い、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速やっていくか。ちなみにフレンドリーショップでさ、スーパーボール売るようになったけん、スーパーボール買ってきた。お？申し訳ございません、委員長はご多忙でして、皆さんもお引き取りを。さあお引き取りください。あ、一緒におった女の人かなこれ。はーい、委員長またね。あ、後ろのが委員長。あ、みんなまだまだサインするよ。本人は乗り気みたいやけど。私のポケモンリリーカードも皆さんにプレゼントしますよ。ファンが支えてくれるからこそ私たちはやっていけるのに。なのに邪険にするのはね、オリーブ君は厳しすぎるかもよ。もちろんファンも大事ですので、委員長には彼らのためにも仕事をこなしていただかないと。なんか結構ローズさんお腹ぽっこりなってる。僕もローズ委員長のため全力で頑張りますから。君は確かビートです。覚えられてないやん、推薦しとるのに。そう、ビート君だ。昔ポケモンあげた時からすると随分と立派になりましたよね。ジムチャレンジに勝ち残るのは君か、チャンピオンが推薦したトレーナーだろうね。委員長に選ばれた僕は誰にも負けません。それでは失礼いたします。もうすでにガラル鉱山で負けています。相変わらずな感じやね。君はアイナ君だね。ダンデ君がなぜ推薦したのか私も気になっているんだよね。そうだ、さすが私だ。いいこと思いついちゃったよ。君はこれからジムリーダールリナ君に挑戦するよね。準バッジを取ったら私がお祝いしよう。おお、めっちゃ特別扱いじゃない。いいの？君のこといろいろ知りたいからね。委員長、そろそろガラルの未来のため張り切ってくださいね。もう芸能人やね、なんか。委員長はこの町のシーフードレストランに行かれます。ですからあなたもそれまでにジンバッジを貸し取りなさい。それまでに？レストランに行くまでに？めっちゃ短時間じゃない？わからんけどさ、この中の時間の流れで言ったら、あ、そこシーフードレストラン。めっちゃわかりやすいね。読めんのやこれ。委員長に言われたのでしょ？早く水鉢を取ってきなさい。なんか厳しいな。さっさと事務船に行けと言われたあゆな、言うことを聞くわけもなく、あっちこっち寄り道をするのであった。君、チラーミー持ってへん？よかったらうちのモンメント交換してみいひん？あ、いいよ。なに、横にチラーミー持ってる家族がいるけど羨ましかった？はい、チラーミーどうぞ。あ、ボックスからも選べるんこれ。え、すげえ。あ、そっか、どこでもボックス開けるんならそりゃそうか。そのチラーミーを交換するんでええんかな。いいよ。チラーミーをマイルへ送ります。バイバイチラーミー。チラーミーまたその辺で捕まえるから。もっと他に言い方があるのでは。ちゃんと進化させたいもん。そして門面、マイルから綿あめが送られてきた。名前綿あめを可愛がってあげてね。門面のデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。門面綿玉ポケモン。綿を飛ばして身を守る。台風の風に流され地球の裏側に行くことも。レベルはなんぼなんやろ。大きい、めっちゃ嬉しいわ。目いっぱい可愛がるで。チラーミーは元気やで。モンメンも可愛がったって。ちなみにモンメンといえば、ちょっと待って、レベル23結構いいやん。私ね、あの太陽の石を持っとるけんさ、それで進化できるんじゃないの。どこ行った太陽の石。なんか知らんけど太陽の石マッスグマが持っとったんよね。なんなんやろ。ほらほら、早速進化させていく。拾ってきたんかな。おや、綿飴の様子が。え、どんな子になるんやっけ。かわいい、かわいい。おめでとう、綿飴はエルフーンに進化した。やったね。エルフーンのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。最初から持っとったんかな、太陽の石捕まえた時から。エルフーン、風隠れポケモン。綿を撒き散らしいたずらする。水をかけると重くなって動けなくなり観念するぞ。かわいい。このまま手持ちに入れていこうかな。とりあえず。
この町水タイプのポケモンを扱うジムリーダーやけんね。いいやんいいやん、ちょうど。さあ、てことでもうあとはジムに挑むのみ。これでまっすぐジムに行くと思いきや、アユナの寄り道はまだ続くのであった。何これ、ポケモンの像かな。どういう状態か、どういうポケモンかよくわからん。灯台守ったら伝えられるポケモンの石像がある。あ、これルリナじゃないの。違う、ほら、ジムチャレンジャーですね。なぜそれを。ダンデの推薦でしょ。あなたのジムリーダーの間でちょっとした有名人なんだよ。マジか。はい、有名人さん、私のことも知っておいてね。もちろん。アイナはルリナのリーグカードをもらった。おお、なるほど。さあ、バウスタジアムにおいでよ。大好きな釣りよりも大好きなポケモン勝負をしたいもの。これでまたリーグカード。ルリナ。あ、違う、お気に入りじゃなくて。父親は漁師、母親は市場で働く。おったんかな、もしかして。両親の影響からか水ポケモンと遊んで育ち、ジムリーダーに選ばれた。ジムチャレンジの時に知り合ったソニアとは今も仲のいい友人であり、バウタウンで取れたものをよくプレゼントしている。あ、マジで？へぇ。ライバルはターフタウンの野郎と宣言しているが、野郎は自分自身がライバルと答えていた。おぉ、相手にされてない感。悲しい。めちゃくちゃ悲しいよ、ルリナさん。さあ、それじゃあ、ジムリーダーに挑戦していきますかね。もう戻ったんやろ、ジムに。ゴーゴーゴー。またボールくれる？毎度おなじみ、僕ボールガイダボルよ。釣り竿を持ってる君に素敵なボールをあげちゃうボル。釣り竿持ってるの、私。初めて知ったよ、今。この動画は発売日に映したものである。釣り竿で釣り上げたポケモンだと捕まえやすくなる、ちょっと変わったボール。ルアーボールは釣りで釣り上げたポケモンを捕まえやすい、水ポケモン好きにはもってこいなボールだボルよ。動きが気持ち悪い。いやはや、ボールって本当に奥が深いボルね。ふんふん、チャレンジャーだ。よくご存知で、やっぱ有名なの。愛の選手、ルリナさんに勝ってね、約束だよ。頑張ります。なんか応援されてる。なぜジムリーダーに挑むためパズルを解くのだろうか。やはりトレーナーにはひらめきも必要ということか。パズル？パズルがここのなんかミッションなの。ダイマックスのタイミング、ルリナさんのダイマックスでの攻撃を誰で受け止めるか考えておくといいかも。ふんふん、ルリナさんは美しい。ん、違う、ルリナさんは強い、それが美しい。なるほど。ジムチャレンジャーさん、準ミッション挑戦の手続きを行いますか。挑戦します。はい、ではまずユニフォームに着替えてください。更衣室はそちらです。ユニフォームが増えてきたら普通に選べたらいいのね。ユニフォーム決まってますね。ではジムミッションをどうぞ。あ、ちなみにミッションの間ポケモンボックスは使えませんよ。了解、大丈夫よ。ちゃんともう入れ替えてるよ。行きます。セクシーやね、受付のお姉さん。うん、なんか巨大な。これどういうパズルなんやろ。水で塞がれとるところを通れるようにするってことか。バウタウンポケモンジムでの準ミッションは迷路をクリアしてゴールに向かうことです。迷路。ただし迷路は途中で水にルートを塞がれています。ではどうすればいいでしょう。あそこの赤いスイッチを押せばわかるかもしれませんね。ふんふん、それではジムミッションスタートです。なるほど。で、その合間合間にトレーナーと戦っていくと。ようこそバウスタジアムへ。綺麗な水の技浴びてみる。いや、浴びたくないです。あなたとジムリーダールリナさんの勝負ならジムチャレンジのファンも大興奮しそうね。なるほど、注目の選手になっているのか。私はこれで、とりあえずここが切り替わったけど、次これかな。
でも右側は通れない。こっちは？ん、ダメだな。赤だけ押さんといかんのかな。あ、これでこっちに進めるけど。あ、あ、これおるね。ボタンを押して水を止める。それも順番を考えつつね。どういう順番かはよくわからんが、ジムトレーナーのサオコが勝負を仕掛けてきた。ボタンを押す順番、正解は一通りしかないのよ。まあそうだろうね。これで、あ、でもそこが通れんってことはこれじゃないってことか。ってことは手前にあった赤いスイッチを押すってことかな。こっち？あれ？塞がれた。塞がれた。ということは違うのか。ってことはやっぱりこっちを押していくってことか。うん、戻れんしね。じゃ、ここを押して。あれ？これでどうするんやろ？戻れねえ。あれ？何？どうなるの？あ、同じところが消えるわけではないのか。何回かやったらなんか変わりよる？変わっていません。これで進める。あ、ここが。あ、これであの青をやったらいいんじゃない？違うかな？どうも。あ、次あの赤や、多分。ここまで来ちゃったの？しかも私と戦うの？戦いますよ、そりゃ。ジム最後のトレーナーって普通は強い人なんだけど、私は自信がないのでここにいさせてもらってます。あ、あなたが最後の人なのね。了解了解。で、多分ここを押したらそこが消える。よし。で、この青いやつを押したら、あ、そこが消えたけどこっちが、え、ってことはそこの黄色いやつ、黄色いスイッチどっかにない？あ、ここに黄色いスイッチあるね。あれ押すんかな。そしたらいける？ちょ、待って。このスイッチを押す。あ、通れない。通れないよ。え、ってことは、ただどこ押すんだ？こっちのどこかにスイッチがあるのか？え、入り口なんですけど。え、入り口なんですけど、ちょっと待って。え？なんだ？どこを押せばいいんだ？え、わからねえ。青いスイッチここ1個しかないね、なんか。黄色を先に押す。とかそういうこと。順番的な問題。黄色を先に押すと、通れない。通れません。通れない。ちょっと待って。え、どうだ、じゃあ。あれ、そこの青復活したね。え、待って。赤を押すと？そこの赤が復活した。え、で、ここの黄色を押すと？でもこれ赤が大丈夫やけん、これ渡れるようになる。あ、で、これでもう一回ここの赤をやって、で、次に、この青。そういうことじゃない？いける。ほら、消えた消えた。いけるいける、通れるようになった。やったね。イェーイ。これでジムリーダー、ルリナさんに挑戦。ふぅ。普通になんとかたどり着けたわ。もっとかかるかと思った私だから。ジムミッションクリアー。イェーイ。さあ、挑んでいこう。またダイマックスか。お、来た来た。今度は辺り一面水色だわ。やっぱりアウェーな感じ。よっしゃ、やってやるぜ。よくぞいらっしゃいました、ジムチャレンジエントリーの方。
改めまして、私はルリナです。さっきは探させてごめんなさいね。私のミッション、控えめに言っても難しいのに、よくクリアしたわね。あなた、ポケモントレーナーとして、冴えた頭脳の持ち主なのね。いや別に。その冴えた頭で、どんな作戦を繰り出そうとも、私と自慢のパートナーが全て流し去ってあげるから。怖い。どうしよう、私らが21やけんなレベル。さっき交換したポケモンの方がレベル高かったよね。そっちにしよっか。ダイマックスさせるの。何それ、そんなに足上げなくていいよ。ちょっと待って、ポケモン入れ替える。パターメでいきます。はい、交代。そしてポケモンじゃない。そしてダイマックス、大草原、これでいけるはず。巨大かー。ていうか一回出して目の前におるはずなんやけど、いつの間にボールの中に戻ったって感じよね。巨大、めっちゃ巨大だわ。大草原、超笑顔なのがまた怖い。大草原だけに草生えて笑顔なのでは。効果は抜群だ。空いてるポケモンは何匹いるんだ。足元に草が生い茂った。3ターンしか巨大化できんのよね。あ、回復回復、いい感じ。差しかますとはよくわからんけど、そのまんま行こう。かます、魚。ああそういうことか、なるほどね。よっしゃ、大草原で行くわ。いけー大草原。そっちはダイマックスしなくていいんすか。最後のポケモンするんすか。じゃないとね、なんかただの弱い者いじむみたいな。かじりガメ、そのまま行くよ。最後の一匹じゃないの、隠し場のポケモンになるよ。お、かじりガメ、ダイマックス、巨大化。私は大草原で行くけど。お、スタジアムを海に変えましょう。かじりガメ、ダイマックスしなさい。おお、すごいね。はい、来たー。盛り上がるね。レベルは一緒？向こうが1個上か。多分こっちレベル23。大草原。巨大化したところ悪いけど一発。ごめんね。一発。よし。ふう、よかった。お、ボタン目がレベル24。私らがも。レベル22のパルスワン、レベル27。いいね。もうここに有利なポケモンたちばっかりレベルが上がった。お疲れー。イェイ。悔しそう。自慢の最強メンバーなのにまとめて押し流されちゃった。ありがとう。なんたること。ふぅ、手合わせして分かりました。あなたチームにはジムチャレンジで勝ち進み、チャンピオンに挑むに足る素晴らしいスピリットがあります。ありがとう。次は水タイプを使っていく感じかな。順番。あなたたち、ジムバッジを受け取るのにふさわしいなよ。ありがとう。肌の露出が半端ないっすね。お。順番に繋がっていくわけじゃないんや。レベル30までのポケモンを捕まえられるようになった。次に挑むのは炎のジムリーダーね。ってことはやっぱ水やね。今のあなたたちなら彼も相手をしてくれます。次は男。あ、そっか。なんて人か忘れたけど。うん。アイナさん、ジムリーダールリナさんに勝利。本当におめでとうございます。記念にこちらの技マシーンをどうぞ。お、技マシーン36、渦潮を手に入れた。
激しく渦を巻く水の中に4、5ターンの間相手を閉じ込めて攻撃する。ルリナさんのレプリカユニフォームもプレゼントしますね。アイナは水セットを手に入れた。水バッジを勝ち得たあなたたちがどこまで行けるのか、私も注目しますね。ありがとう。頑張って進んでいきます。なんとも激しい勝負だった。ありがとうね、応援してくれて。してくれたんかわからんけど。委員長がお待ちかねです。シーフードレストラン、防波堤においでなさい。防波堤。委員長の顔がよくわかるリーカードを渡しておくから。別に顔がよくわからなくても大丈夫よ。アイナはローズのリーグカードをもらった。ローズ委員長はやるべきことをすぐになさらないと気が済まないお方。委員長を待たせることなくシーフードレストランに来なさい。ほう。まあ、待たせますけどね。ってことでリーグカード。おー、はっきりくっきりやね。過去にチャンピオンカップで準優勝の成績を収めた優れたトレーナー、準優勝なんや。リーグ委員長として、また大企業グループの総主として、ガラル地方の発展に尽くす風雲児。考えていることと会話が異なるため、時々話が噛み合わないと言われる。彼の意図が理解できるのは秘書だけと言われています。テキストは秘書の方がご用意されたものです。なんだそれ。そうなんや。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、水のジムもクリアして次は炎か。ってことは水タイプのポケモンを連れていけば大丈夫ということやね。頑張っていこう。